スパイスガールズじわりません。竹地くんの組手はこちら。組手ってトカちゃんクニちゃんで調べてみますと大ヒットした商品があるんですよ。かっこいいっしょ、はいはい、ちゃんとここがこうチンってついてる感じ。チンってついてる感じ、うん、それも最近も着てるんですか。着てる、全然現役ですよ。はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、夏なので私のおしゃれ T シャツコレクションを紹介したいなと思っております。嘘ですね。うん、おしゃれ T シャツ。いや、変な T シャツです。おしゃれです。変な T シャツしか見たことない。おしゃれです。明智くんとは価値観が違うから困っちゃうな。皆さん騙されないでください。これを着こなせればあなたもおしゃれっていう T シャツです。あ、まあまあそれはやってます。高い山に登っていきましょうっていうシリーズですよ。じゃあ新入りからいきますか。おお、願いします。最近の新入りはこちらになります。ドンスラッシャーです。これは四十八手の外国語バージョンなのかな。四十八手というのは組手ですね。組手タイでしょ、タイ。組手です。組手っておしゃれだ。エッチな言葉ばっかり使うから困っちゃうよ僕は。で、面白いのはこれ、あの星座別になってるんですよ。獅子座とか乙女座とか12の星座あるじゃないですか。皆さんそれぞれ星座あると思うんですけど、ちなみに明智くんは何座ですか。蟹座です。蟹座だからこれですね。明智くんの組手はこちら。組手ってまた、ちなみに私はこちらです。どっちの方が激しいかな。いや、レイさんの方ですよね。まあそうだね、はい、大変だもんなこれ。割とね、女の子の評判がいいですこれ。おお、うん、見た瞬間なんていうの、かっこいいっすねみたいな。あ、でしょみたいな思ったんだけど、外国は12個しかないのかな。日本の四十八点の方が面白いっすよね。面白い、アクロバティックですよ。うん、ちょっと検索してみてほしい。ぜひぜひ見てほしい。あと、はいはいはい、これは組手かって思うものがいっぱいあります。添い寝は含まれるのみたいな。でこんな感じですね、はい、じゃあもう一つはパルコで、トム・オブ・フィンランド展っていうのを昔やってたんですよ。トム・オブ・フィンランドはフィンランドの画家。作風は、レザーなどの衣装を身にまとい、筋骨隆々としたたくましい芸の姿を描いた。これまでの芸に対するステレオタイプなイメージを覆すものだったんだって。昔の芸の人 の、はい、あの描写って、はい、こうひ弱で軟弱でひょろひょろとしたみたいな感じの描写だったらしいんだけど、トム・オブ・フィンランドがそれをこうゲームチェンジしたっていうところでかっこいいでしょ、うん、話はね、うんうん、踏まえてこちらになります。じゃん、踏まえてきたからかっこよく見えてきたでしょ、うん、だんだん明智くんも着たくなってきたんじゃないのかな。あ、でもさっき言ってた通りですね、その感じね。でしょ、うん、かっこいいっしょ、はいはい、ちゃんとここがこうチンってついてる感じ。チンってついてる感じ。言い方が可愛い言い方したな。あ、トム・オブ・フィンランドで調べると結構面白い作品結構出てくるよ。反骨精神あふれるアーティスト、はいはいはい、です。ほら、かっこよく見えてきたでしょ。うん、確かに。次はですね、はい、ちょっと見えにくいんですけども、このトム・オブ・フィンランドが描いたこれの元ネタになったみたいなものがセディショナリーズで出てまして、はいはい、それがこちらになります。全然は黒に黒の黒のプリントティーなんで、これも男の人と男の人がいて、こうチンってしてる感じなんですけど、はいはい、こっちがセディショナリーズに影響を受けたって感じはしないから、こっちからこっちな気はする。まあ皆さん、もしも私も詳しくないんで知ってる人がいたら教えてください。その T シャツは本物のセディショナリーズですか。本物です。ほら、ついてるでしょ、こっちにセディショナリーズ。価値があるんじゃないですか。価値がある、あの、なんだっけ、証明書みたいなのもついてるから。はあ、これはちなみにうちの、タムヤンがくれました。セディショナリーズシリーズでもうちょっとくらいちょっとご紹介すると、こちらもそうなのかな。こちらは、ワールズエンドですね。結構レアティーなんじゃないかなと思います。すいません、ワールズエンドっていう、ロンドンのチェルシークキングズロード430番地にはビビアンが1970年のパンクムーブメント時代に当時のパートナーのマクロン・マクラーレンと初めて構えたお店になっております、うん、なのでそのパンクの聖地みたいなとこなんですけども、うん、その時代のものです。だから結構古いものになるんじゃないかな、うん、ちゃんとマクロン・マクラーレンって書いてありますね。こんな感じで、それもオフィシャルの T シャツなんですか。オフィシャルですね。これも、保証書付いてるやつです。はい、なんかタメはこういうのよくくれるんですよ。メルカリとか、はいはいはい、ヤフオクとかでいろいろ探して買ってくれるんです、はい、いい話。いい話。かっこいい T シャツからいい話まで、今日なんか見残りいっぱいですね。自分で言わないでください。
はい、その次はびっくりしたんですけど、はい、さっき明智くんと一緒に見てびっくりしたんですけども、こちらですね、はいはいはい、ピンクフロイドの T シャツになるんですけども、これいつ買ったかちょっと覚えてないんですけど、今結構数万円になってるらしいですよ。私割とこのシュールな感じが気に入って買っただけなんですけど、はい、こんな感じになります。次はですね、私も、こればっかりは外で着たことないです。すごくセンシティブな内容も含まれるなっていうので、これはスタイリストのてっぺいくんから譲り受けたものになります。はいはい、多分それてっぺいくんが自分で作ったんですよ、この T シャツ、はいはい、リメイクで、はいはい、こちらになります。フセインですね。おで2003年に亡くなるから、はい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 、多分亡くなった後くらいに誰かが作って、それをてっぺいくんが手に入れて、それをリメイクした。後ろもこんなボロッボロ、はいはいはい、こればっかりはね、うん、どうなんだろうと。まあ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 、まあ、だから今度ピラティスに来ていこうかなと思ってる。そういうとこだったらね、うん、別にそんな、ほら明智くんですら気の利いた答えが出なくなったでしょ出ないな出ないなこれ結構ね爆弾だったなと思った。そうですね、でもこれ着こなせるようになったら多分いいのかなとは思うけどもね。まあこんな感じです。はい、次はうちの実家で見つけておりきました。はいはい、実家に帰った時にバーベキュー大会をしましたよ。おうち、あの一族でみんなで一桶で集まるんですけど、時に自分が持ってた T シャツが多分なんかこう汚くなっちゃって、はいはい、家になんかないかなみたいな、で探したら出てきたのはこちらになります。じゃんこれ何か分かりますか？トカちゃん、クニちゃんって書いてありますね。こちらがクニちゃんだから山田邦子。あ、これはトカシキカツオ、はい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 、のボクサーの。私もこれ買った覚えがないので、トカちゃん、クニちゃんで調べてみますと、はい、大ヒットした商品があるんですよ。何かと言いますとこれですね、トカちゃん、クニちゃんベルト内側にウェットスーツと同じ素材が体温を濁さないので短時間で汗びっしょりと、細くなるウエストを作ってくれるベルトなわけですね。でこれが大爆発したらしいんですよ。多分これ買ったらこれついてきたんでしょうね。は、多分明美だと思う、これ所有者は。お母さんですねまあまあ体験を気にしたんだろうね。でこれもらったんだろうね。はあ、でこれいらなかったから多分どこに置いといたのを私が見つけたってやつです。万が一持ってる人いたら、うん、お知らせください。はい、あのベルトも持っている方がいたら効果のこと、効果のほどはいかがでしたですかと聞いてみたい。あの家にはなかった。なかった。なかった。うん。だって私調べるまで知らなかったもんこれ。お母さんそのバーベキューの時してたとかじゃないですか。しないと思うよ。さすがに。絶賛使用中とかじゃない。何十年使ってる。今もっと近代化したものがある。そう、もっとちゃんとなんか効率的なのあると思うよ。で、あとは、かっこいいシリーズに行きます。普通に。はい、お願いします。はい、これは、はい、明智くん知ってるらしいので、これ何でしょう。あ、ストレイキャッツですね。ストレイキャッツのバンティーですね。はい、後ろがこんな感じですね。ジャパン91年のツアーティーかな。ツアーしてるんですね。ね、行ったらしいですよ、知らんけど。僕もまだ子供でしたから。ね、これはうちのタムヤンが持ってたのを仮パクしてます。仮パク多いですね。仮パク多いねでもこれ着てるとなんか知ってる風に思われます。あ、好きみたいな、そういう時に全然知らないっていうのが楽しいなって、うん、いいんすかそれ。なんか知らないのに着てるかみたいな。そう、進んで丘サーファーになりに行ってます私。なんかその知らないと来ちゃいけないっていう風潮あるじゃないですか。あれは私あんまそうじゃないと思っていて、うんうん、なんか別に好きだったら来てよくない、うんうんうん、そこでなんかこう知らないから来てない、そのなんか半端者だみたいな考え方の方が心が狭いな、うんって思っちゃうわけですよ。だから率先して丘ミュージシャンラバー気取りをやってるわけですね。でそれ見て、うん、こうストレイキャッツはねって説明してくる男性はどうなの。いっぱいいますよね。それは別に生温かく声あんまり受け入れてない、絶対それ。右から左みたいな感じだでもまあひとしきり喋ったからあっちもなんかスッキリしたんだから、はい、よかったねスッキリしてみたいな次は、これも結構褒められますね。ビートルズ、雄大くんには結構褒められましたね。あの T シャツに詳しい雄大くんに、これ結構レアですよと。あ、本物の T シャツ、後ろもちょっとプリント入っててこんな感じ、ちょっと薄々になってますけど、ボロボロですね。これは可愛いとしておしゃれでしょ。はいはい、おしゃんですよ。おしゃの流れ今来てます。おしゃの流れ来てます、ね、来てます。もうこれからもうずっといいロックの流れが来てます。もうずっとおしゃですねこれ、はい、ちょっと見えちゃってんすよなんか
バキッとしてるのが見えちゃってるバキッとしてるの3連発いきますからね、よし、はい、こちらテロとしてます、はいはい、イエスというミュージシャンのツアーティーですね、はい、78年バンドですかね、バンドですね、78ですね、結構古いよね、古いですね、これはスタイリストのニムちゃんからですね、はいはい、それ78年の T シャツってことですか、すごくね、っていうことなんですよね、だよね、でも40何年前とか、マジやばくないですか、そしたら、そうだよね、ああ、その音楽好きの人からしたらね、たまらないでしょうね、いいですよね、多分ね、これはもうジャストサイズですね、これお気に夏のお気に入りです、うん、次はですね、はい、GVGV っていうデザイナーさんのマグさんから譲り受けたサウネンちゃんになります、はいはい、まずスパイスガールズなんかいい具合になんかさ、なんかこうじわりません、じわりますね、ねえ、ベッカムはどこかな、右下ですか、こっちですかね、はい、でこれちゃんと後ろもあります、こういうなぁ、これね、そう見てたら5人それぞれに持たされたキャラクターがいるわけですよ、アイドルと一緒なんだよね、ベッカムだったらポッシュスパイス、はい、ポッシュだからちょっとスノッピーな感じ、エマの場合はベビースパイス、ちょっとあの妹系で、真ん中のメラニーは、スケアリースパイス、パワフルみたいな、強なみたいな、ジェリーはジンジャースパイス、ジンジャー、生姜生姜ピリッとしてるのかな、で最後のメラニーがスポーティースパイス、ちょっと元気みたいな、一応そういうキャラ付けがしちゃったということを知り、でマグさんが言ってたのはバンティーはバックが命、ほうほうほう、言ってこのバック、バック、いいバック、いいバック、だからこれいい T シャツらしいですよ、だってこうやったら6人いるんだよ顔が自分も含めて癖強はい、次もマグさんから譲り受けたもので、はいはい、こちらになります、はいはいはい、ビギー・スモールズ、ビギー・ビッグとも呼ばれるということなんですけども、ラッパーさんですね、まあラッパーって感じの顔してますね、なんかこの色合いが割と結構好きなんですよね、結構ポップで可愛くない、案外どの服にも合わせやすいなというのが印象ですね、うん、あとなんかこのなんていうのブルドッグみたいな目良くないですか、はいはい、なんか大事なライブとかドタキャンしそうな感じいいですね、あそうです ね, ねでも聞いたんだけど、はい、なんで外国のそういうミュージシャンをドタキャンするか、あれってかましてるんですって、なんか俺はこんなものじゃ動かないぜっていうそのかましが、かまし合いによってランクが上がってくらしいよ、なるほどなるほど、でドタキャンされないようにギャラをめちゃめちゃ高くするっていう、まあ、ファッションと似てるとこありますよね、あそうなんですか、ね、かましてなんぼじゃない、こういう変な T シャツ着てなんぼじゃね違います、うん、諸説あると思う、ね、で最後になんか、ね、一番ね一番燃えある T シャツなんですけど、はいはいはい、最後のマグさんからまたのエミネムですね、しかもこれ絶対綺麗だから着てないんだと思うの、はいはいはい、かっこいいのか悪いのかわからない T シャツの最たるものだなと思って、まあバキッとね時代は感じますよね、そういうデザインっていうか、なんとなくこういうそのオンタイムっていくつくらいのエミネムだったら2000年代微妙にこう肌感とかが細かく作ってあるのすごくない、多分プリントはお金かかってると思うんだけど仕上がりがいい切りダサい仕上がりになってるのがポイントかなと思います、ちょっと写真と文字でかすぎですかねなんかバランスが変なんだろうねドーンっていう、なんかかましすぎなのかな、はい、でもちょっとスパイスガールズの感じと似てますよね、うん、だからなんかスパイスガールズはいい具合に汚くなってるじゃないですか割れたりとか、まあ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 、このやれ感がちょっとなんかこなれ感につながっていると私は分析してるんですけど、黒もグレーみたいになってますもんね、そうこのやれ感がいいなと、うんうん、なるほど、これ来ちゃいねえよっていうやっぱそういう大事なんですね、ボロ感というかね、そうなんか古着って言っていいのかすら分からない微妙な新しさ確かにそうですね、何を合わせたらいいかねこれ相手 の,、うん、あの革パンとか、あきついねきついねきついね、パンクなのヒップホップなのみたいなどの音楽ラバーにとってもモヤモヤする、そうそうそう言いたいなみたいな、なんかじゃあブラックミンツのパンツでも履こうかなでも人の T シャツってさロゴそんな見る、見ますよ、あ本当見ます見ます、私さいかがわてぃ T シャツを着てる時って、はい、あんま人に話しかけられないんだけど、あんま例えばどんなやつ着て話しかけられないんですか、こういう感じなんですけど、ピピン懐かしい懐かしい、これ本当はあんま何も言われないから、はいはい、なんか人ってやっぱあんまその人の T シャツに興味ないのかなって思ってたの、とね、ここまで入ってる
はいはい、でも気持ちくなりピロッと出てるっていう感じですかね、はいはいはい、あとはこれくらいですかね、みんなでしてるくらいなんですけど、これも何も言われないですねそれも最近も着てるんですか、着てる、全然現役ですよ、何も言われないから、なんか逆に寂しいよね、だからこれくらいの方がいじってもらえるから嬉しいかもしれない、うん、まあそういうことでした。明智くんは次はカレー T シャツをいつ出してくれるんだい明智くんはカレーを集めています。カレー T シャツがあると萌えなく買っちゃうってこと？買いますね。でもね、皆さんなんかいいカレー T シャツあったら教えてください。知りたいです ね。はい、皆さんどの、かっこいい T シャツが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと私あの変な T シャツと LOT がすごい探しているので、もしここにあったよとかあったらぜひぜひ教えてくれたら向かいますので向かいますよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、